ユネックスアナの部屋やー唐突に始まりましただいぶ久しぶりの YouTube 撮影ですね。久しぶりですね、はい、ちょっと緊張しますね確かにそうですね、うん、今日はこの4人のに来てもらって、はい、YouTube 撮影していくわけなんですけれども、今日やっていくのは一つ考えてきました。あるゲームをやりたいと思います、はい、なんだなんだ。それはこちら、はぁっていうゲームです。はぁっていうゲーム、はぁって感じだよね。意味がわかんないですね本当に。僕も初めてやるゲームなんですけど、はい、簡単にじゃあ大垣さんルール説明してもらってもいいですか。はい、さっき説明書読みました。読みましたじゃん、うん、でこういうカードのように、うんうんうん、はぁって書いてあるんですよ、お題が。はいはいはい、はぁ、A、B、C、D、E、F、G、H まであって、うん、いろんな歯を表現して、それを表現してない周りの3人が当てるみたいなゲームです。表現っていうのはどこまで OK なんですか？身振り手振りダメで、首から上なら OK。 首から上でいろんな歯を表現しろみたいな、まあ、歯に限らずですけども、はいはいはい、例えば、なんでの歯とか、力を貯める歯とか、呆然の歯とか、関心の歯とか、いろいろ。え、じゃあ眉をこうギュッてやるとかは OK？ あり、OK。 あーなるほど。めっちゃ目開けるとかもある顔芸になりそう。手とかは使っちゃいけない、ね、そう。あーなるほどです。じゃあまあね、アナウンサーもね、あのもちろんこっちも大事ですけど、表情とかそういうのも大事ですからね。ですね。うわー、ハードルが、大石さんこういうところはハードル上げてくる。いやそんなことないからそれ大石さん一番そうですね、確かに最初先輩の見て学ぼうかな。まあ、一つあのもう一個ルールを付け足すとすると、まあ、1人がやるじゃないですか。で3人が当てると思うんですけど、当てた人、答える人が当たったら1ポイントで、当ててもらった方も1ポイントという感じでいきたいと思います、はい、それで一番得点が高かった人がこのハーっていうゲームの勝者という感じでいきたいと思います、はい、ではやってみたいと思います。ゴー。はぁ、数字だ気がする。
わかった。これでしょ。これだな。決めた。はい、決めました。よし。じゃあ、せーのでいきますね。せーの。シル。え、なんか割れましたよ。これと、これ C って言うと。いや、迷ったよ、確かに。こういった。C。F。F。え、物語の始まり、さあって言うかなと思って、そのさあ、そのさあかなと思って、飛び勢いがあって。え、なんかさあ、決勝戦みたいな感じ。1ポイント、1ポイント、1ポイント、イエーイ。